の13人の最後、オウム真理教は坂本弁護士一家殺害事件や松本サリン事件、地下鉄サリン事件など数々の凶悪事件を引き起こし、29人の死者、約6500人が被害に遭いました。平成7年3月から始まった強制捜査では192人が起訴され、首謀者とされた松本智津夫など13人に対して極刑の判決が言い渡されました。そして強制捜査から23年余りが経ち、2018年7月6日に松本智津夫ら7人、7月26日に他6人の刑が執行されました。今回はそんな一連の事件で極刑に処された13人の元死刑囚の入信の経緯、教団での役割、そして彼らの最後を紹介していきます。それではどうぞ。松本智津夫、1983年能力開発などを行う学習塾法王慶林館を開設、その後オウム真理教の会を経てオウム真理教を結成する。最終戦争が近づいているとして信者の危機感を煽って武装化を進めた。地下鉄サリン事件をはじめ、松本サリン事件や坂本弁護士一家殺害事件など合わせて13の事件を主導したとして極刑が言い渡された。逮捕されてからは徐々に気候が増え、まともに意思疎通ができなくなったとされている。獄中ではトイレや入浴は自力でできなかったため、おむつをつけて監視らにサポートさせていた。そして最終的にはううなど言葉らしい言葉を話さなくなった。しかし一審で極刑判決を受けた時に、なぜなんだチキショーと叫んだこと、腕をつねった際に痛いと言ったことなど精神状態は正常であると判断された。2018年7月6日7時40分、朝原は失望を命じられ、促されて教会室に入った。刑務官が、お別れの日が来ました、教会はどうしますかと問うが、朝原は無言だった。じゃあやらないんだね。遺体や遺品はどうする？妻や子供たちがいるだろ。誰でもいいんだぞ。妻、次女、三女、四女。すると朝原は、ちょっと待ってと少し考え、四女とつぶやいた。刑務官が、四女だなと念を押して確認すると、朝原はクフと言った息に近いような声を発したという。午前8時過ぎ、特に暴れたり抵抗したりはせず、淡々と刑が執行された。その後、四女とアレフと縁のある妻、三女、次女が遺骨の引き取りをめぐり争っている。裁判で最終的に次女を受け取り人とする判決が出たが、現在も引き渡されてなく、2022年10月に次女が国に対する裁判を起こしている。早川清秀、大阪の大学院を経て大手ゼネコンに就職。1986年教団の前身であるオウム真理教の会に入信。その後1987年全財産であった1000万円弱を伏せして出家。半年後には妻も出家した。教団では建設責任者として山梨県にサティアンと呼ばれる教団施設やサリンプラントを建設。また3年間で21回ロシアへ渡航し、旧ソビエトの大型ヘリや LSD の原料、機関銃などを調達。ロシア政府とのパイプを築くなど武装化において中心的役割を果たしたとされている。そして坂本弁護士一家殺害事件など合わせて7つの事件で罪に問われ、極刑が言い渡された。刑が確定するまでの裁判では、朝原のここで抵抗しなくちゃならないという発言や退廷命令に号泣することがあった。坂本弁護士一家殺害事件の被害者の息子の遺体に毛布をかけた理由については、寒そうだったからと述べた直後、悲鳴に近い声を上げながら足から崩れ落ちた。上告中に出版した書籍では、幼い子供を含め一家3人を手にかけ、身の毛もよだつようなことを行って疲れ果てていたと当時の心境を綴り、極刑に処されれば死んでお詫びいたしますと記した。拘置所では瞑想したり知人と面会したりして過ごした。執行前に手記を寄せていて、被害者やご遺族の方に対する申し訳なさは事件発覚から年月が経った今でも薄れることはないと謝罪の気持ちを綴った。2018年3月14日、東京拘置所から執行設備のある福岡拘置所へ移送が行われた。2018年6月7日、執行を感じ取ったのか次のような手記を書き残している。国民が摂政のカルマを負うのでやめるべきだと思います。自分では一人も殺していないものが極刑で、自分で二人も殺しているものが無期というのはどう見ても公正な裁判とは言えません。申し訳なさは事件発覚から3年経った今でも薄れることはありません。審理のため救済のためと思って戦い、テロを実行して得られたものは苦しみと悲しみでした。そして2018年7月6日に刑が執行された。
井上義弘、1986年高校時代に教団の前身であるオウム真選の会に入信。その後1988年朝原の指示で大学を中退し出家、母も在宅信者となった。朝原からはとても可愛がられており、25歳の若さで教団幹部の地位まで上り詰めた。教団内では裏の実行部隊である諜報省の責任者を務め、盗聴、誘拐、襲撃などオウム真理教の黒い部分を担ってきたとされている。地下鉄サリン事件ではサリンを撒く実行部隊を取りまとめる役割を果たし、極刑が言い渡された。井上は支援者に出した手紙で、朝原を信じたその者こそが罪の始まりであり、全ての罪の責任は私にありますと記した。2018年3月14日、東京拘置所から執行設備のある大阪拘置所に移送が行われた。刑の執行が近いとは思えないほど礼儀正しかったが、日が経つにつれ顔色は悪くなり、異常に汗をかくなど精神的に不安定になった。その結果毎晩のように失禁し、ズボンや布団を頻繁に取り替えるようになっていた。2018年7月6日早朝、井上は出房を命じられた。この時洗顔や歯磨きも済ませていないタイミングだったと近くに収監されていた元囚人が語っている。井上は白の半袖 T シャツを着ており、下は紺色のハーフパンツを履いていたという。刑務官が執行室の前室で井上に両親に伝えることはと尋ねた。すると井上は、お父さんお母さんありがとうございました、心配しないでと答えた。さらに井上は高齢の両親を案じる一方で、こんなことになるとは思っていなかったと話した。井上は暴れたり抵抗することはなく、落ち着いて最後の時を迎え、こう言った。まずはよし、これで良かったという意味か、これから何かに向かって歩き出す意味なのか、誰も真意はわからない。井上の両親には拘置所から厳粛な趣で執行を受けたと伝えられたという。遺体は両親に引き取られ、2日後に火葬された。新見智光、大学卒業後食品製造会社へ就職。1986年、前身であるオウム真選の会へ入信。同年勤めていた会社を辞めて、家族にはヨガの修行を 2,3 年積んでくると言い残し出家した。教団では信者の監督監視を行う自治省大臣として、教団を裏切った信者に対しリンチするよう指示したり、教団内で禁止されている男女交際をした信者に温熱修行と称し熱湯に入れさせる拷問を行ったことが分かっている。地下鉄サリン事件では、サリンを散布する実行役を現場に送る送迎や噴霧現場で周辺を警戒する役割だった。そして裁判で一連のオウム真理教事件11件全てに関与したとして極刑が言い渡された。2018年3月14日、東京拘置所から執行設備のある大阪拘置所に移送が行われた。刑の執行が近いとは思えないほど礼儀正しかったが、日が経つにつれ顔色は悪くなり、異常に汗をかくなど精神的に不安定な状態になった。毎晩失禁するようになり、ズボンや布団を頻繁に取り替えるようになり、独房には悪臭が漂っていた。大阪拘置所所長宛に、私と井上義弘氏が同日執行なら私の方を先に執行してください、理由は井上氏に1秒でも長く生きてもらいたいからですとの上告書を提出した。2018年7月6日、大阪拘置所で刑が執行された。遺骨はガンジス川上流のウッタルカシ村で流してほしいと妻に残した。オウム真理教の後継団体アレフの元信者だった女性と獄中結婚しており、遺体は妻が引き取った。死後に20冊以上の日記が残されており、朝原との決別を誓う記述があったと妻が証言しているが、別の関係者には執行直前にアレフへの入信を勧める手紙を出していることから矛盾する点も多い。また自らの行為が救済であることを主張し続け、最後まで被害者や遺族への謝罪の弁はなく、事件に対する反省や後悔の言葉もなかったとされている。土屋正美、筑波大学で有機化学を専攻し、1989年宗教団体との認識を持たずに教団に入信。その後両親の制止を振り切り1991年に出家。化学の専門知識があったことから出家してわずか3年で幹部に上り詰める。教団では第二厚生省大臣として殺人に使われたサリンや VX など化学兵器製造の中心的役割を果たした。そして逮捕後も朝原への強い忠
精神を見せ、法廷でも科学の専門知識を誇示するような発言を繰り返した。裁判では極刑が言い渡された一審判決以降、一度も公の場に姿を見せず、最高裁で正式に刑が確定した。2008年、10代の頃から付き合いがあったオウムとは全く関わりのない女性と獄中結婚をした。取り返しのつかないことをしてしまい申し訳ないと話し、再審請求はせず死で償う覚悟をしていた。2014年11月以降、突然独房の扉を蹴ったり大声で絶叫したりと異常者として処遇されていた。面会を重ねていた妻が週刊新潮で次のように語っている。いきなりの執行で驚くが、ことを理解すると今日がそうなのかとおとなしく刑場に向かった。唯一悔やまれることがあるとすると、東京拘置所で執行が朝原と一緒になってしまったこと。あれほど憎んでいた朝原と最後まで同じだったとは。執行を受け入れてたと思いますが、それだけは心残りだったのではないでしょうか。そして最後は妻の名前を叫びながら刑に臨んだ。また土屋が23年間書き溜めていた大学ノートには次のように記されていたという。誰かを崇めるような生き方ではなく、自分を信じる原点に戻るということ。同じような思いを今いる法友達にしてほしくはない。中川智政、京都の大学の医学部に在学中の1988年に入信。卒業後医師免許を取得し病院に勤務するが、1年ほどで退職し、1989年に両親や周囲の反対を押し切り恋人と共に出家した。教団ではオウム真理教附属委員の顧問のほか、麻原の主治医として教団幹部へと上り詰めた。出家してわずか2ヶ月後に坂本弁護士一家殺害事件に関与し、サリンの製造にも積極的に関わったとされている。そして裁判で坂本弁護士一家殺害事件に加え、松本サリン事件、地下鉄サリン事件など11の事件で罪に問われ、極刑を言い渡された。裁判中は事件について証言することを拒み、誰の公判に呼び出されても黙秘を続けていたが、最後に親戚に新しい命が誕生したことがきっかけで口を開いた。自分は極刑になると思ってるし、それで責任を取れるとも思っていない。私が極刑に処されたところで何も変わらないから償いにならないのも分かっている。自分が歴史に残る汚点となることをしたことが徐々に分かってきた。きちんとしなければいけないと思ったと語っている。そして2018年3月14日、東京拘置所から執行設備のある広島拘置所に移送が行われた。2018年7月6日早朝、広島拘置所の独居房から出された中川は、刑務官が腕を取ろうとすると体に触れなくていい、自分で歩いていくと拒否。教会室に通された中川は実家の宗派と異なるとして仏教の教会は断った。出されたお菓子や果物には手を伸ばさず、お茶を2杯だけ飲んだ。そして刑務官から最後の言葉を促されると、達観したかのように語った。自分のことについては誰も恨まず、自分のしたことの結果だと考えています。被害者の方々に心よりお詫び申し上げます。施設の方にもお世話になりました。執行後の独房には最後までありがとう、みんな本当にありがとう、7月6日朝お別れです、皆さんありがとうと走り書きのメモが残されていた。そして翌日、遺体は遺族に引き取られた。遠藤誠一、京都大学大学院医学研究科博士課程でウイルス学遺伝子工学を学び、1987年に入信。その後大学院を休学し、家族にはインドへ修行へ行くと手紙を残し、1988年に出家した。教団では第一厚生省の責任者として、生物兵器となる細菌の培養、 LSD や覚醒剤など違法薬物を製造する役割だった。そして裁判ではサリンを製造するなど4つの事件で罪に問われ、極刑を言い渡された。刑が確定してからは事件について語ることを拒み、世間に対して口を閉ざし続けた。その理由は、話したところで極刑から免れるわけでもなく、何も得することがないため話さないと決めていると本人が語っている。そのため遠藤自身が仕切っていた生物兵器計画については現在も多くの謎が残されたままである。言い名付けであった麻原の四女と文通を続けており、その中
中で迫り来る死と孤独に対して心の支えになる人がほとんどいないと語っている。また殺人は肯定していないとしながらも朝原への消え心を手放せないことも告白している。2018年7月6日東京拘置所にて刑が執行された。当時の様子や遺言等はメディアでは報道されていない。遺体はオウム元死刑囚の中で唯一後継団体であるアレフに引き取られ、その遺体にはオウムの宗教服であるワインレッドのクルタが着せられ、事件前と同じ階級である聖護士の行僧で埋葬された。火葬後遺骨は本人の意向で故郷の北海道小樽の海に散骨された。岡崎和明、1985年朝原と出会い、この人は違う、本物かもしれないと感じ、教団の前身であるオウム神仙の会に入信。1986年山口県から上京し25歳で出家した。この時岡崎はようやく自分の居場所ができたと感じたと話している。当時女性幹部だった石田久子に続く2番目の解脱者として教団幹部の地位に就いた。教団では営業マンだった経験を生かし新たな信者獲得や組織の拡大に関わったとされている。そして裁判で坂本弁護士一家殺害事件に加え元信者の殺害事件で罪に問われ極刑を言い渡された。2008年頃から言葉以外でないと表現できないと筆ペンで讃歌や鳥を書き始め、身分を隠してコンクールにも出展した。死刑囚の支援活動をしている寺の住職と養子縁組を結び名字を宮前に変えた。この支援者の話によると拘置所の部屋に坂本弁護士一家の名前を書いた札を貼り繰り返し祈っていたという。2018年3月14日東京拘置所から執行設備のある名古屋拘置所に移送が行われた。執行当日の朝、刑務官が扉を開けると自分の最後を悟ったのか岡崎は顔が真っ青になった。しかしすぐに状況を把握し冷静に落ち着いて進行したという。朝原の刑が執行後、支援者に次のような手紙も送っている。まさか7月末ではなく七夕の前日とは驚いております。そこまで生存しているか否かはよく分かりませんが、今月末が危ないので来週の7月25日までには最後の手紙として書くつもりでおります。その予感が的中したかのように7月26日に刑が執行された。遺体と対面した支援者はお顔は若い頃より痩せていて安らかに眠っているような顔だったと語っている。横山正人、東海大学の工学部を卒業した後電子部品などを製造する会社へ就職し1988年に入信。その後土日だけの修行では足りないと感じたため会社を退職し1989年に出家した。その時家族には人類を救うためと話したが納得してもらえなかったため親子の縁を切っている。教団では科学技術省に所属しビラ配りロボットホバークラフトの作成、武装化に伴い自動小銃の製造なども行った。地下鉄サリン事件では5人の実行犯のうちの1人としてサリンを散布するが1袋しか穴を開けることができなかったため唯一死者を出さなかった。その後地下鉄サリン事件、自動小銃密造事件で罪に問われ、直接的な殺人行為はなかったにもかかわらず極刑が言い渡された。警察の厳しい取り調べに対して詳細な証言を拒否し弁護人や検事の質問に下を向いたままひたすら無言を貫いた。弁護人が被害者への謝罪や反省を書面に綴るよう求めた際も頑なにそれを拒んだ。しかし死刑を求刑された後の最終弁論でようやく、犯した罪を逃れようとは全く考えていません、刑罰を受け入れる覚悟はできていますと消えるような声で語った。その後刑が確定しても誰にどう伝えても理解してもらうことはできないと事件について語ることは一切なかった。2018年3月14日東京拘置所から執行設備のある仙台拘置所に移送が行われた。朝原の執行から1週間後面会した弁護士に次いつ執行があってもおかしくないよねと聞かれたことに対し、横山は笑みを浮かべながらそうですよねと応じた。また会えるかな。最後に弁護士がそう語ると横山はこれまでお世話になりましたと話した。この時弁護士は受け入れる準備ができていると思ったと語っている。そして2018年7月26日に刑が執行された。遺体は1歳年上の兄によって引き取られたという。橋
橋本悟、オウムに入信した友人を脱会させるためにセミナー等に参加し始めたが、麻原の教えに感化され1988年7月に入信。その後大学を3年で中退し、同年12月に両親の猛反対を振り切って出家した。この時橋本は正座をして、21年間育ててくれてありがとう、でも戦争を止めなきゃと母に話したとされている。教団では空手の実績を買われ、麻原を警護する警護班に入り、雑魚寝生活から上役である新見の個室に同居する生活へと変わった。そして坂本弁護士一家殺害事件での実行犯、松本サリン事件ではサリンを散布する車を運転したとして極刑が言い渡された。殺したのではなく救済した、宗教的に意義があったと自分に言い聞かせていたが、後に救済ではなく犯罪であったことを理解した。その後麻原は八つ咲きにしても許せないと怒りをあらわにしたという。そして麻原ではなく自分の感性を信じるべきだったと述べた。麻原の刑が執行後、私は命乞いのようなことはしたくない、いろんな人に迷惑をかけてしまって申し訳ないなどと話し、弁護士が再審請求を提案しても首を縦に振らなかった。そして2018年7月26日刑が執行された。出家の時に何度も止めた母親は、あの時引き止めておければこんな結果になってとても悲しいと声を詰まらせたという。林康夫、麻原の著書「生死を超える」を読んだことで感化され、1987年に前身となるオウム神仙の会に入信。その後勤めていた電気会社を辞めて1988年に出家した。教団では電気工事や高電圧端末処理などの資格を持っていたため、科学技術庁次官として教団施設の電気工事を担うようになる。松本サリン事件のサリン噴霧車の製造に関与、地下鉄サリン事件では実行役の一人として最も多くの被害を出した。事件後1年半以上恋人である女性信者と逃亡したが、石垣島で逮捕され極刑が言い渡された。初公判では逃亡中も罪の重さに心を苛まれていた、オウムは脱会しているとし頭を下げて謝罪、輪廻転生や閻魔様を信じているので嘘はつけないと語り、事件の詳細について素直に語った。そして一審公判の最終弁論では、自分がしたことを思うと今でも心を見失ってしまう、殺意や動機がいかなるものであろうと極刑に処されると思っていると語った。2018年3月14日、東京拘置所から執行設備のある宮城刑務所に移送が行われた。麻原の刑が執行後、弁護士にこの手紙が届く頃にはもう生きていないと思いますとの手紙を送った。この時林も近日中の執行になることを覚悟していたようで、この手紙が投函されたのは麻原の執行から2日後のことだった。弁護士が最後の面会となった7月13日、林は入浴を済ませ笑顔で接見室に姿を現した。この時遺族や被害者への謝罪の気持ちを持ったままだったといい、生かされていることに感謝していると話していたという。それから2週間後の2018年7月26日林の刑が執行された。豊田徹、東京大学理学部に在学中麻原の著書を読んだことがきっかけで1986年前身であるオウム神仙の会に入信。その後博士課程に進学するが1ヶ月経たないうちに中退し、1992年に出家した。教団では薬物や武器の研究、密造に関わり、サリンなどの実験のために教団がオーストラリアに作った研究室は豊田研究所と名付けられた。地下鉄サリン事件では5人の実行役の一人として日比谷線の車内にサリンを散布した。その後裁判で地下鉄サリン事件、新宿駅青酸ガス事件など4つの事件で罪に問われ、極刑が言い渡された。裁判では自分がした行為は人間として許されない、私のようなものが生きていること自体が申し訳なく浅ましいと自己責任を主張した。また広瀬の証人として麻原が英語で対応し続け、裁判長に退廷を命じられたことについては怒りを通り越して悲しいと検察官に語っている。麻原含め7人の刑が執行されたことを知ると、自身の執行も近いことを悟り、所持していた現金は全て匿名で西日本豪雨の義援金として寄付している。被害者への謝罪の言葉とともに、命の限り贖罪し社会の役に立ちたいと支援者の友人に語っていたそう。そして執行の直前、支援者の友人と面会した際に次のように語っている。日本社会は誰かを悪者にして吊るし上げて
留飲を下げるとまた平気で同じミスを犯す。自分の責任は自分で取るけれど、それだけでは何も解決しない。ちゃんと元から立たなければ。そして2018年7月26日に東京拘置所で刑が執行された。自分が元気でいるということ自体が被害者を苦しめるとし、一切の情報発信の類を控えていた豊田は最後もひっそりと刑を受け入れた。広瀬健一、1988年早稲田大学の大学院で物理学の研究をしていた時に前身であるオウム真理の会に入信。その後大学の推薦により NEC の研究所に就職が内定していたが、辞退して1989年に出家した。教団では科学技術庁を次官として自動小銃の製造などに関わり、地下鉄サリン事件では5人の実行役の一人として丸の内線の車内にサリンを散布した。その後地下鉄サリン事件、自動小銃密造事件で罪に問われ極刑を言い渡された。裁判では人々が救済されると信じてサリンを撒いたが、被害者や社会に大きな迷惑をかけて大変申し訳ないと謝罪した。公判中に完全に教団から離れ NHK に宛てた手紙の中で、私は愚かにも人を手にかけるというイメージの湧かない状態でした、麻原の指示が絶対になっていたと述べている。判決前に宗教取材を行っている記者から大学生にカルトへの入会を防止する手紙の執筆を依頼され、それが私の責務と思い執筆した。手記は59枚にも及び、被害者に対して謝罪の手紙を書くときに汚い字では申し訳ないと獄中でペン習字を習っていた。手記の初めで自分の行為を謝罪し、その贖罪は私がいかなる刑に服そうとかなわないと存じております。せめてこのような悲惨な事件の再発を防止する一助となることを願い、私の経験を述べさせていただきたく思いますと執筆の動機を書いている。そして2018年7月26日に刑が執行された。